城間美希子1月20日台は、日本の教育者、政治家、沖縄県那覇市長。1951年、島尻郡伊是名村生まれ。那覇教育区立松川小学校、那覇教育区立馬橋中学校、琉球政府立那覇高等学校を経て、宮城教育大学教育学部、中学校教員養成家庭国語専攻卒業。なお、城間の前任の那覇市長である、尾長雄氏は、馬橋中学校及び、那覇高校の同級生だった。1973年、公立学校教員となり、千葉県の市川市立第4中学校で教職に就き、2009年まで36年間、学校教員を務めた。この間、2005年から4年にわたり香港日本人学校中学部の校長を務めている。2009年から那覇市教育委員会学校教育部長、2010年から那覇市教育長を務め、2014年4月に那覇市副市長に選任される。2014年9月27日、沖縄県知事選挙に出馬する尾長雄氏の辞職に伴い実施される那覇市長選挙に無所属で立候補する意向を表明した。選挙戦では社民、共産、社対の革新政党3党及び生活の党、那覇市議会最大会派で自由民主党を除名された市議による新風会から支援を受け、沖縄県知事選挙に立候補した前市長の尾長同様、普天間飛行場の名護市辺野古への移設反対、県外移設を主張。市長選は11月16日に行われ、自民、公明両党が推薦する前、沖縄県副知事の寄せ田兼俊を大差で破り、初当選した。11月18日、那覇市役所に初登庁し、正式に那覇市長に就任した。当日有権者数248,914人、最終投票率 65.25%2017 年7月の那覇市議選では、城間市政を支える与党が過半数に届かず、保守系会派の新風会をはじめ、オール沖縄勢力が議席を減らした結果について、非常に厳しい結果だった敗因を分析し、今後の対応を考える必要があると述べたが、2018年の沖縄県知事選挙や那覇市長選、普天間飛行場の名護市辺野古への移設反対運動に与える影響については明言を避けた。2018年10月21日に行われた市長選でオール沖縄の支援を受け、元県議の尾長正俊を大差で破り、再選。当日有権者数255,487 人、最終投票率 48.19%。ありがとうございます。